ラサロカルデナス・デルリオは、メキシコの政治家、大統領。20世紀で、最も国民の人気の高いメキシコ大統領であり、ポピュリストとも評されている。メキシコ中部のミチュア監修で生まれ、印刷校から1913年、18歳の時に、メキシコ革命に参加、アルバロ・オブレゴンの五権革命軍北西士団で、騎兵大使機関となる。ブレゴンが政権を握って、以降、 1928年ミチョアカン州知事、国民革命党 PNR の党総裁、内務大臣、陸軍長官を歴任し1934年に大統領選に立候補。圧倒的に強力な支配政党からの出馬で、実質的に落選の可能性はなかったにもかかわらず、選挙戦においては、過去に例のない全国遊説を行い、圧倒的な得票で当選する。 正解の黒幕であったカジェス元大統領に押されて、その区靴として選ばれた大統領だったが、当選後はカジェスやその側近、腐敗の極みにあった既存の労働組合幹部を追放し、1917年革命憲法に謳われながらほとんど実行されていなかった農地改革などの社会改革に乗り出す。農地改革の規模は2000万ヘクタール。 分配を受けた農民は77万人であった。大統領在任中は、1937年に、鉄道の国有化、38年には、石油産業の国有化に踏み切る。特に石油産業の国有化によるペメックスの設立は、アメリカ合衆国の猛烈な反発を受け、接収の保証金支出をめぐって、財政危機に陥ったが、国民は、熱狂的にこれを支持した。 スペイン内戦にあたっては、最後まで共和政府側を支援した。3000兆とも2万兆とも言われる障子を送ったほか、人民戦線の敗北によって内戦が終結した、あとは約1万人の亡命者をメキシコに受け入れた。この亡命者がメキシコの文化、芸術などに与えた影響は非常に大きかったと言われている。1937年にはソ連を追われていた。 トロツキーの亡命も受け入れた。大統領退任後は1945年まで国防長官を務め、第二次世界大戦中はアメリカ合衆国との同盟強化に努めた。1955年にはスターリン平和賞を受賞した。カルデナスの出身地、ミチョア監修の港町ロス・ラニトスは彼の功績にちなんで1970年にラサロ・カルデナス氏と改名している。 1992年に発行された銃、シンペソ紙兵に肖像が使用されていた。彼の息子、クアウテモク・カルデナスも政治家であり、やはりミチョアカン州知事を務めた後、与党制度的革命党を離れ、中道左派政党の民主革命党を結成、その党首として、数回大統領選に立候補しているほか、首都メキシコシティの市長にも当選している。クアウテモクの長男で、 ラサロの孫にあたるラサロカルデナスバテルも同じく政治家を務めている。ありがとうございます。